ボルトをご利用いただき、ありがとうございました。やったこれで、外に出れる。エレベーターは止まることを知らない。霊夢はまだ、知らない。パート、3。これが、地上。慣れない光が染みるわ。でも、すごく荒廃してる。見えないのにわかる色が辛いな。何もかも消えてるのね。まずは前の個室を見てみましょう。生きる手段を確保しないとな。ラッド X は放射能ダメージを3分減らす。放射能ダメージは左の体力の、右側を侵食するわ。最大体力を縮めるってこと。気をつけたいな。青い建物に入りましょう。白骨化が多いな。ここで死んだのは確定でしょうね。ターミナルは壊れていて見えないので、この辺で自宅に向かいます。そうだな。どこが自宅なのか、変わりすぎて、わからないぜ。なんということをしてくれたのでしょうか。あの時の面影は一切ありません。荷物に執着おじ、セールスおじ、彼らの姿は一体、どこへ？無残なサンクチュアリだぜ。チャンネル登録よろしくね。なんかいるぞ。いるわけな。いますね。ロボット生きてたのか。よかったぜ。なんてことでしょう。本当に。本当にご主人様じゃないですか。話を聞いてみましょう。一体、世界に何が起こったの？世界ですか？このゼラニウムがまだサンクチュアリヒルズの戦争の的である以外はどこもかしこも恐ろしくどんよりしています。あなた様と旦那様がお戻りになったらまた楽しくなります。ところで旦那様はどちらですか？そうなるよな。パパは？彼はもっといいところにいる。奥様、おっしゃっていることですが、そのありえません。気分転換でもしましょうか。そうです、気分転換して落ち着きましょう。最後のまともな家族団らんをしてから随分経ちますね。チェッカー、いやジェスチャーゲームでしたね。ショーン坊ちゃんはあのゲームが大好きですよね。あの子は一緒ですか？ここは本当のことを言いましょう。ショーンは誘拐された。でも必ず見つけ出すつもり。あの子を取り戻す。思ったよりひどいですね。うん、なるほど。どうやら空腹誘発性パラノイアを患ってらっしゃる。200年間きちんと食べないとそうなるんです。200年だって。嘘でしょ。実際は210年とちょっとですね、奥様。地球の自転と古いクロノメーターのせいで多少のズレはありますが、ということは2世紀ぶりの夕食ということです。簡単な軽食を作りましょうか。お腹が空いているのでは。色が違う選択は C ゾーンの確率会話です。コズワス、なんか少し変ね。どうしたの？私、奥様、本当にひどかったんですよ。2世紀もの間、話す人も使える人もいなくて。最初の10年は床のワックスを手入れしようと試みましたが、ビニールのフローリングについた核硬化物を除去できるものが何もないんです。何も。あと、倒壊した家の埃を払うのがいかに無駄か分かりますか？それと車ですよ。どうやってサビを磨くんです？ロボットも気が狂うんだな。しっかり集中して。あいにく何も知らないんです、奥様。原子爆弾が落ちてきて皆様とても急いで行ってしまわれた。あなた様もご家族も亡くなられたとばかり。このホロテープを見つけました。旦那様がプレゼントなさるつもりだったのでしょう。サプライズで。それなのにあんなことになって。ありがとう。ありがとう、コズワス。どういたしまして。さあ、気を取り直して近所を一緒に探しましょう。旦那様とショーン坊ちゃんがひょっこり現れるかもしれません。
優しいものだな、心強い。案内して。使えられて光栄です、奥様。よし、戦いましょう。構えろ、レイム。あいあいさー。おっと、疲労でスタミナ減りましたね。サバイバルってリアルだな。やめろやめろ。まったく。数匹のハエ以外は何もありません。センサーが他の家で動きを察知しました。ついてきてください。ついていきましょう。終わりました。コズワースが10割倒したけどな。やべ、ステムズか、切った。おい、まあ、ねえ、喉乾くのがきついな。合間に綺麗な水飲んでます。思いやられるな。あら、コズワス。奥様、旦那様、ショーン坊ちゃん、ここにはいません。ショーンは向こうにいるかも。ショーンはあっちにいるわ、コズワス。見つけないと。コンコードはどうですか、奥様。あそこには人が大勢います。それに最後に確認したときは数回棒で殴られたので、走って家に帰るしかなかったくらいで済みました。皮肉言いますか。そこの人々のこと、もう気に入ったわ。それは素晴らしい。ではきっと仲良くなって、ショーン坊ちゃん探しに力を貸してもらえますね。ここに残って15を守ります。皮肉が効かないの機械感あるよな。機械が皮肉わからないって誰が決めたんでしょ。コンコードに行く前にワークショップ使います。ベッドってことは寝るのか。そうですね、寝てセーブします。完了したのでコンコード目指します。意外と遠いな。寄り道してて草。金庫見つけたしセーフ。一発で解錠します。無理だろ。論より証拠、見せてみましょう。幻想を。カット下手すぎるだろ。もっとうまくごまかせよ。てかヘアピン減ってて草。でもうまいですよ、特に血液。放射能を取り除くやつが作れます。お、スペシャル増やせるやつですね。妥当のインテリジェンスにしました。飲んでりだろ。うるさい、アイバーカバーカ。そんな。この橋からコンコードへ、向かいます。なんか死体あるぞ。見てみますか。こいつら、怠慢してたのかな？壮絶な戦いがあったんでしょうね。レーダーが着ていた流れ物の服を着ています。性能は低いですが、見た目は一番好きです。犬もその服が好きみたいだぜ。一人で何をしているの？飼い主は？飼い主とはぐれたの？わかった。一緒に行きましょう。仲間になりました。やったな。ここはガソリンスタンドですが、拠点化できるみたいなのでします。ターミナル見つけたぜ。この店は、自分たちでパーツが作れるようになったみたいだぜ。親子で修理している凄腕技師がいたようだな。その人に手伝ってほしいと言われたようだ。ここの人は隠し事をしてたみたいだな。警察のような組織に隠すこととは一体？ログ見たらわかるかも。これは修理だな。セールスマンは偉そうだったらしい。滅ぶ前は原子力車両が主流だったようだ。かつては若くないかもしれないな。これが親子の手伝いかもしれない。いい情報はなかったわね。穴に行ってみたらどうだ？コンコードが先決じゃない？かもしれないな。ひとまずセーブと安全な朝にするわ。朝すぎたな。水飲んで出発。意外と近場だったな。やっぱりいたわね。どうする？やるに決まったるわ。武器を捨てなければ無力化する。犬がやるのかよ。犬の方が強くね。否定できないかも。当ててないもんな。おい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 、かかってこいよ。手加減してやるからかかってこいよ。ほらどうした、マジで当てれてねえんか。おい、お前がな。ドルルルルルル、ダンダンダン。煽られてて草。待て待て、やばいよやばい。何も見えねえ。ごめんなさい。ダメじゃねえか。これは頭抜かれたから視界がいかれてるんだぜ。
重傷は自然治癒しない。サバイバルの辛いところだぜ。無言で前段外すのやめてもろて。銃口曲がってるんじゃない？曲がってるのは性格だけだろ。あー死ぬかと思った。こんな感じで全員倒したわ。説得力ないけど本当だぞ。まあ、最後の一体だったんだがな。バルコニーの上だ。入植者のグループが中にいる。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。助けてくれ、頼む。助けが聞こえたぜ、どうする？もちろん加勢させてもらうわ。そうか、今回はここまでだな。霊夢が選んだのは協力だった。声の主は善人か、それとも。パート4へ続く。